カチセメチャンネルです。今回はですね、妖怪エースメダル第3弾のハングレモモタルヤン、ようやくゲットしたのご紹介してみようと思います。妖怪エースメダルの第3弾、今回合計ですね7箱買ったんよね。上新で2箱、アマゾンで5箱の合計7箱買ったんやけれども、一応ねコンプリートはしたんよ。全28種、コンプはしたんだけど、はぐれメダル2種中1種類しか出なかったんだよね。そう、トータルで30種類あるんやけれども29種類しかゲットできなかった。で、桃太郎にゃんのはぐれどうしようかなと思ってまた10箱ぐらい購入したら、まあ、出るかもしれんけども、1箱だいたい4000円、4万円課金するのかって考えた時に、じゃじゃーん、もうこちら単発で購入いたしました。今ね、はぐれメダル、まあ、だいたい相場がね、メルカリとか、あとヤフオクとかでも、だいたいね、1万円前後かなと思います。6000円ぐらいで買えたらね、かなりラッキーかもしれない。なんかそんぐらいね、相場が上がってる。高いよね。こちらゲットした冬にゃんと、あとこちら形状プリントされてる冬にゃんのはぐれも、普通に高い。もう少し時間経ったらね、安くなるかもしれないですけども、今撮影してるのが7月25日火曜日。発売されてからもだいたい2週間ぐらい経ってもまだ高いんだよね。で、僕はですね、こちら、アマゾンで購入いたしました。あ、アマゾンでも売ってんだ、みたいな。こちら価格がね、12,900円だから高ー、みたいな。1万3000円ぐらいする。確かね、発売日当日から、もうアマゾンに出てたんよね。あ、そうなんだ、みたいな。発売日当日から、みたいな。どういう仕組みよくわからんけど、みたいな感じだったんだけどね。ってことで、もう今回こちら、桃太郎にゃんのはぐれ、じっくりと観察、そして、デラックス妖怪ウォッチにぶっ込んでいきたいなと思います。オープン！1個のメダルなんだけど、しっかりと包装されております。大事に扱われてる。これプチプチ系のやつね。安心やん。そして、はぐれメダル。こちら、ドドン。出てまいりました。しっかりと包装されてるで。妖怪メダランドに登録したらね、Sレアだし、はぐれだしで、多分3300ポイントとか、3200ポイントぐらいあるんやない？なかなかね、ポイント高いで、これ。そして、開けます。さらに、プチプチもちょっと外しまして、もう厳重にね、こう、包まれてありますけれども。で、さらになんか袋ある。何十何みたいな。これ何十何みたいな。マトリオシカ状態やん。いでよ、桃太郎にゃんご一行。じゃじゃん、こちらでございまーす。アップで見ると、こちらですね。うわ、すげえな。やっぱいいね。揃ってるといいな。なんか今回さ、桃太郎にゃん単体のやつもあれば、サルにゃんとか、キジにゃん、犬にゃん単体のメダルもあったんよ。それもね、良かったんだけれども、やっぱみんな仲良く揃うといいよね。かわいいよね。これはね、背景的に鬼退治終わりました。缶の後かなと思うんだよね。お宝がいっぱいあるから、鬼退治お疲れ様みたいな時の、そういう写真かもしれないですよね。めちゃくちゃかわいい。みんな表情いいね。通常の桃太郎にゃんのメダルと比較してみてみると、こないな感じですね。桃太郎にゃんのポーズは基本同じかな。ただ右の方がちょっとサイズ小さめにしてんのか、なんか仲間が映りやすいように桃太郎にゃんのサイズが少し小さくなってんのかな。なんか表情めっちゃご満悦だよね。やったにゃーみたいな、そんな感じかな。もともとSレアだからキラキラ感がすごいよ。なんかこうメタリックな、そんな感じになってんだけど、よりこうレインボーカラーになってて、かーちょえ。ピンクだったり、ブルーだったり、黄色、緑だったりとか、そう、すごくね、華やかな感じ、映え。そしてですね、裏側見てみましょう。QR コードありまして、その下に番号あるやんか。通常のやつが E-02 なんだけど、はぐれが E-04 なんだ。はぁ。桃太郎にゃんたちのメダルね、すべて並べるとこんな感じです。こう、中央に桃太郎にゃんがいて、両サイドに、こう、犬にゃんとか、猿にゃん。で、上っ側にキジにゃんがいる、みたいな。
こう4つ並べると1つの絵になってるような、そんな感じするんよね。このお宝の感じとか、そう鑑みると、1つの1万円になってるような、そんな感じがするっす。じゃあ、ちょっと番号順に相当してみようか。桃太郎にゃんのはぐれが E の4で、桃太郎にゃんのメダルが E の2番。で、めでたいメダルが E の01いうことか。で、冬にゃんのメダルが6番。冬にゃんのはぐれが03。こまかーちゃんが5番だわ。ほい、ということで、すべてのメダル、並べ終えました。わ、気持ちいいな、これ。E の01から30番まで並べると、こんな感じでございます。最高だぜ。やっぱさ、上位のやつが、なんかね、S レアとかになってんだよね。はぐれになってて、で、途中からレアになり、そして最後がノーマル、みたいな、そんな感じでございます。ってことで、妖怪 S メダル1段、2段に続き、妖怪 S メダル第3段も、すべて、コンプリート。じゃあちょっとハグレの音声チェックしておきましょう。桃太郎にゃんの音声はね、多分ね、聞けないんだろうけど。行くぞ勇ましずくね。おっと、召喚の構え。じゃじゃじゃーん、じゃじゃじゃーん、じゃ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 ーん、みたいな。ってことで、桃太郎にゃんたちの音声は聞けまへん。ちょっとあった。そしてですね、スマホでこちらの QR コードをスキャンしてみます。ほんで、妖怪メダランドに登録する。すると、こちら、じゃじゃん、3300ポイントです。すごー。普通 S レア3000ポイントなんだけど、はぐれなんで300ポイントが付与されております。ほいでさ、イラストは桃太郎にゃんのままなんだっていうね。で、これでね、メダルの情報とかも確認ね、できるかなと思う。妖怪大辞典をチェキ。そっかそっか。妖怪メダランドだったら、桃太郎にゃんの音声聞けるってことだわ。勇ましい族のところで、S レア桃太郎にゃん。ちょっとこれは音声ちゃんと聞いておきたいね。デラックス妖怪ウォッチだと聞けないんだけど、妖怪メドランドだったら聞ける。種族イサマシ族で S レア。これはね、桃から生まれた猫妖怪。優しいおじいさんとおばあさんに育てられてきたが、ある日、ふと思い立ち鬼退治の旅に出た。ふと思い立ち、なんか催促とかされたわけじゃないんだよってことね。じゃあちょっと召喚音聞いてみましょう。これは昔の時、あれれれれ、デラックス妖怪ウォッチ U プロトタイプになってんだ。ははーん。いきます。音声大丈夫かな？ちょっとこれぐらいにして、タップします。Ladies and gentlemen, 勇ましい族。勇ましい、勇ましい、勇ましい族。桃太郎にゃん。めっちゃいい声やん。桃太郎にゃん。みたいなね。わ、素晴らしい。めちゃくちゃいい声だったね。これでポイントがね、今20万ポイントなったんで、またね、めでたいメダルとか応募したいなと思っております。こうご期待。以上今回は桃太郎にゃんのハグレメダルのご紹介でした。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。